のかな。教えてください、あの受刑者は何をしたんですか。10年前、お前は一度罪を犯しているな。和樹がどうかしたんですか。12歳の少年は何を守りたかったのでしょう。お前のような男がそれだけの理由で人を殺めるとは思えん。お前たち3人の思い出か。辛い思いは俺一人で十分。他の2人が聞いたらどんな顔するかしら。俺はどうなるのかけで。俺の気持ちはどうなるんだ。姉さんの気持ちはどうなるんだ。